何？これは美しい。ドラキュラ様にふさわしい娘だ。さあ来るのだ。いやよ、連れて行かれるぐらいならここで死ぬことを選びます。その方が手間が省ける。どうせ我が主の花嫁となれば死など意味すら持たぬのだ。リヒター待つのだ。シャフ、これはドラキュラ様、こんなところにわざわざ来られずとも。その娘、我が宿敵ベルモンドと関わりがあるようだ。生かしたまま連れてこい。面白い思考を思いついた。仰せのままに。主の命令だ。しばらく眠ってもらおう。丁重にもてなしてやろう、ベルモンド。
この娘、このような力を持っていたとは。ドラキュラ様への良い土産と。貴様、何をしている。その無知、ベルモンド、まさかこんなところに。仕方あるまい。待て。気がついたみたいだな。お兄ちゃん、誰？俺はリヒター・ベルモンド。君をさらった悪い奴を懲らしめに来たんだ。私はマリア・ラーネット。あ、もしかしてお兄ちゃん、アネットお姉ちゃんが言ってた人？アネットを知っているのか？どこにいるんだ？ここに連れて来られた時、しばらく一緒だったんだけど。そうか。私も手伝う。何を？悪い人、やっつけに行くんでしょ？ダメだ。おとなしく家に帰るんだ。パパとママが心配してるぞ。いないもん。パパもママも殺されちゃった。そうか、悪かった。だからマリア、絶対に行くの。それとこれとは話が別だ。危険すぎる。今のは一体？あ、さっきの男が言っていたこの子の力ってやつか。よくわかんないけど、これならいけるよね。ダメだって言っても効き目はなさそうだし、仕方ないな。やった。だけど危なくなったら必ず逃げるんだぞ。
じゃ。
から先には行かせぬ。ランドクロス。ベルモンドの男、我が名は暗黒神官シャフト。マリアに何をしていた？あの娘に眠る力を解放したまま、まさか貴様が現れるとは大きな誤算であったわ。この力、お前がドラキュラを？いかにも、イラケ冥界の門。見れよ我がしもべよ。主の城を汚す小高しいハエを叩き潰せ。you
力とは。よかろう。私が相手だ。
来てくれなかったの？間に合わなかったのか？でもいいわ。あなたが私たちの仲間になればいいだけだもの。アネット、助けてあげられなくて悪かった。だがお前の仲間にはなれない。俺の宿命がそれを許さない。それなら力ずくでも仲間にするまでよ。ドラキュラ様にいただいた力見せてあげるわ。どう、行きなさい。待ちかねたぞ、ベルモンドの末裔よ。滅びよ。ここはお前の住む世界ではない。私は自らの力で蘇るのではない、欲深な人間どもによって蘇るのだ。力が唯一の正義なのだからな。それはお前の勝手な言い草だ。人々は同じ信念のもとで集い、そして歩んでいく。だが人間は欲望によって発展し、信仰によって統率されてきたではないか。人間は力だけでは統率できない。敬い、慈しむ心があるからこそ統率ができるのだ。くだらん。どちらが正しいか死をもって分からせてやる。うん。Ha ha ha!
遊びは終わりだ。我に叱ろう。ドラキュラ様を失うわけにはいかんのでな。しまった、逃げられたか。クソ、ここまで来て。